はい今、梅雨の時期なんですけれども今日一日だけですね、まあ、梅雨の中休みと言いますか朝からですねずっと晴れ予報で気温も30度超えていると思いますでまあバイクに乗るならですねもう今しかないと、まあ、これを逃したら1週間、えー、10日ぐらいはですねバイクに乗る機会、えー、なくなるだろうということで。 今日は一日ですね、えー、バイクに乗ろうということで,、はいでえー、気温はですね上がっているんですけれども暑いんですけどもね風はあ、まあ、涼しいですね、冷たくはないですけど、まあ、涼しいですあの風の,あの気持ちよさっていうのを感じてですねバイクに乗ることができました。これ本当の真夏だだととですね、えーまあ、7月8月だと もう本当に暑かったりあともうエンジンのですね熱で本当にこう足元がこうやられてしまうというか暑さでなんですけど、まあ、今は今日はそんなことなくてですね、えー、まあ暑い一日ながらもですね快適にバイクに乗ることができました、まあ、本当に、あのーまあ、情熱があればいいんですけど、まあ、私そこまでですねバイクの情熱が 多分他のバイクに乗っている方と比べてそんなに高くないと自負してますのでまああの積極的に気合を入れてですね、乗ろうと思わないとですね、本当に乗らずじまいあっという間に自賠責が切れそして乗らなかったことによるその部品の劣化ですとかね、そういった余計な出費っていうのもかかると思いますので。 えー、なるべく晴れの日は乗りたいいなと思います、えー、通勤ですとかね、まあ、そういったあの日頃の足で使えることがあればいいんですけど、まあ、私はあのー、あのそういった今状況にないので、ね、こういった、あのーまあ、休みの日だったりなんかまとまった時間がある時にですね、えー、乗らないとという感じなんですけど、まあ、でもやっぱり乗ったら乗ったで。 気持ちです、ねはいえー、乗り、うん、まあ <laughs>、これからもですね、えー、まだまだ暑い季節もこれからなんですけど、はいえー、引き続き、えー、バイク乗っていきたいと思います。えー、ということで、えー、以上。